今回ご紹介するのはタレントの藤田ニコルさん。1998年2月20日生まれ。出身、ニュージーランド。身長、167センチ。テレビに出たての頃はギャル感満載でしたが、年齢を重ねるにつれて妙に色気が増しており、写真集は一人で興奮できる内容になってます。そんな藤田ニコルさんは、父親がロシア人とポーランド人のハーフで、母親は日本人。 名前は国際的に有名なことなるよう願って母親が名付けたそうです。ニュージーランドで生まれ現地で生活していましたが両親の離婚をきっかけに3歳の時に日本へ移住します。幼少期は家にクーラーがなく夏は扇風機で過ごしていてみんな汗だく冬になったら厚着をするのが当たり前だったそう。 当時の貧しい家庭環境から母親を助けたいと思っていた中、偶然に目にしたのがファッション雑誌ニコラに載っていた専属モデルの募集案内でした。これなら自分でもできるかもと応募しましたが、書類選考で落選。その悔しさをバネにポージングの練習やメイクの勉強に専念し、1年後に再挑戦したところ、1万4000人の中から見事グランプリに選ばれ、小学校6年生でモデルデビューを果たします。 デビュー後は芸能の仕事をスタートさせていきますが、初めての仕事はニコラ2009年10月号にグランプリ受賞者のお披露目紹介記事に掲載された時だったそうです。当時は清楚系のモデルが多い中で、彼女だけカラーコンタクトを許されるなど、やや異色な存在として独自のポジションに位置し、存在感が際立っていたようです。高校に進学し、ニコラを卒業。ニコラ卒業後はポップティーンのモデルとして活躍していきます。 そして2015年3月から目覚ましテレビに出演し始めるとテレビの仕事が急激に増えていき知名度が一気に上がっていきます。このことがきっかけでバラエティ番組にもたくさん呼ばれるようになり大きな人気を獲得していくこととなりました。2023年俳優の稲葉優と結婚しましたのでこれからは人妻の色気を発揮して世の男性たちの股間を熱くさせてほしいですね。 最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。